さん、どないしたんや。気合が入りまくって闘志を抑えることができないんだ。だってそうだろ、あの真の復活を阻止するという依頼だぞ。私たちの初仕事としては最高じゃないか。鈴音先生には感謝しないといけませんね。でも仕事は仕事よ。鈴音先生は関係なくきっちりこなさないと。うん、そうだね。うおー、試合はまだか。早く私に戦わせろ。ホムラちゃん、燃えてるみたいだね。アスカ、準決勝の相手がホムラちゃんたちって聞いて私も燃えてるところだよ。悪いがアスカ、今の私はもっと燃えている。お前たちとは比べ物にならないほどにな。そんなことない、私の方が燃えてるよ。いいや、私の方が燃えている。私の方だよ、私の方だ。だったらどっちの方が燃えてるか戦ってはっきりさせるしかないね。いいだろう、望むところだ。行くぞ。やっぱり半蔵が相手っていいわね。ええ、わかりますわ。そう言ってもらえて嬉しいな。俺たちも同じ気持ちだ。大会のことなんか忘れて夢中になっちゃう何かがあるよね。ああ、お前たちはまさに友。燃えて燃えて燃えまくりだ。仲間がやられたようだ。敵さん減ってるぜ。敵が減ってるぞ。よっしゃー、私たちの勝ちだ。うわー、悔しい、すっごく悔しいよ。でもやりきったって感じだぜ。あ、いい試合だった。ええ、こういう相手がいることを嬉しく思います。半蔵の子たちと戦うのって楽しいわね。これぞバトルって感じでした。なんか充実した戦いをすると YouTube に必死になってたのがバカみたいだね。それもまたいい思い出だ。必死な努力はいつか実を結ぶものだ。それがたとえ YouTube でもな。そうだよね、YouTube のおかげで私たちもっと仲良くなった気がするし。確かにそうやな。私たちには学校や家という拠り所がない。だからこそ仲間との絆が大事なんだ。何にもない、でも絆はある。そういうことやな。あら、うまいこと言うわね。何にもない、
でも絆はあるか。確かにいい言葉だ。額に入れて飾っておきたいくらいだ。ええ、そうですわね。さあ、残るは決勝戦だけだ。暴れて暴れて暴れまくるぞ。よし、目標達成だ。